レーナーさん、私と契約しよう。それでドバイまで連れてって。あのね、ビブロス、まさかとは思うけど、思いつきで言ってたりしないわよね。もう違うんだってば。だってトレーナーさんってすっごくいい人だよ。ずーっと買い物に付き合ってくれたし、私トレーナーさんみたいな優しい人大好き。すみません、トレーナーさん、よく言っておきますので。あのね、ビブロス、トレーナーっていうのは。大丈夫、わかってるから。トレーナーさん、私はあなたがいいなって思うの。今言ったよ、あなたがいい人だから。私には超大事なことなの。いいでしょ、判断基準はそれぞれで。でもね、あなたはまだ私がいいって分かんないよね。だから模擬レース見に来てくれるかな。私がいいって絶対思わせちゃう。今日はバイバイ、またすぐ遊んでね。お姉ちゃん、ご飯食べよう。私結構頑張っちゃうから、目を離しちゃダメだよ。私だけ見ててね。見てる見てる。じゃあもっといいとこ見せちゃおうかな。いやードレッチー、わたしすごいでしょ。昔からこうなんだ、ビブロスは。生まれ持ったセンスで何でもこなせる不器用な僕とは全然違う。すみません。トレッチー、ねえねえ、今シバチと話してたでしょ。私のことなんか言ってた？話してた？褒めてくれてた？シュバチが…それでそれで、トレッチは？私の走り、良かったでしょう。だよね。じゃあじゃあ、トレーナーになってくれるよね？まだダメ？トレーナーって馬娘を勝たせるのがお仕事でしょ。どんな走りをするのか分かってたらもうよくない？ふう、トレッチは何を知りたいの？うん、そうなの。私あのレースで走るのが夢なんだ。ドバイのレースって見たことあるでしょ。超キラキラで超セレブじゃない？最高だよね。え、うん、それだけだけど。トレーナーさん、もっと知りたいことはあるでしょ。何でも聞いていいよ。あ、でも好きな人とかは秘密。え？
ー。